どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。ということで、今回はですね、新ガチャ、ピックアップ、プリティダビーガチャ、ラインクラフト、そしてですね、こちら、サポートカードガチャ、シュバルグラン、タプナス7、こちらのね、性能解説やっていきます。はい、ということでですね、はじめになんですが、いろいろ動画上げております。もしお時間あったらですね、ぜひともですね、もう一本ね、動画ね、見てみてください。あとはですね、いつもね、高評価やコメントね、ありがとうございます。ということでね、今回早速行きましょう。はい、でまずはですね、キャララインクラフトなんですけども、まあ、結構いい性能はしてるかなっていうのがね、まずね、軽くね、触れるとあります。で、適正成長率を見ていくと、こんな感じでですね、短距離、マイル、中距離っていうところがね、まあ、走れるっていう感じではあります。で、ただ、固有とかの兼ね合いで、マイルっていうところがね、主戦場になるかなという感じです。成長率はパワー15、根性15なんですけども、パワー成長率があるのは、パワーのね、へこみやすい UAF の環境ではいいなというね、感じです。で根性に関しては、まあ、あったらですね、根性1枚で、例えば7位だけでやってもですね、結構高い1400、1300とか狙えますので、根性も成長率あっていいかなというところです。であとはスピードに関してはですね、UAF 新シナリオでは、そのスピード2枚とかの環境ではね、別にスピ成長率はなくても大丈夫ではあるのでですね、そういうところでパワーがあるところを評価しております。はい、で次ですね、固有スキルいきましょう。固有スキル、こんな感じです。まず発動位置はレースの前半部分の、ね、コーナー出てます、まあ、50% より前のコーナーというところで出すことができます。中段というこの順位条件はチャンピオンズミーティングだと3位から6位、リーグオブヒーローズだと3位から8位ということです。でこれが一応3位っていうところがですね、もうちょっとね前でも出たらいいなってなるかもしれませんが、まあ、先行で出す場合、特にマイルの場合はですね、3位とかでもね全然もっとヘリオスとかがいっぱいいるので、むしろ先行が、まあ、5、6位になっちゃうとか話もあったりするので、そこはね大丈夫かなと思います。でこの順位条件をちょっと気にする方は、なんか短距離の脳みそになってるのかなという感じで、短距離だとなんか前やったやつではね、そのパールとかがめっちゃ前行きすぎて1位に逆になりたくねえなみたいになったかもしれませんが、短距離で先行ばっかになると先行の中で抜け出しちゃう時あるんですが、マイルだと本当にヘリオスいるんでね、めちゃくちゃ普通に出ると思います。で効果値に関しては短距離とマイルではね効果値増えます。でそれが上げ続ける6秒ロングになるっていうところですね。なので中盤力はあるという感じです。他の距離になるとそれがね5秒になっちゃって、普通の固有よりちょっと弱いかなというね感じになります。はい、で次進化スキルですね。進化スキルも強いもの持っております。まずはつばぜり合いの進化バージョンを持っております。ここら辺はですね、いつものつばぜり合いと同じ順位条件ではあるんですけども、それプラス 200m 時点の速度がついているので、ここはね評価いいかなという感じです。なんで、まあ、こういうね 200m っていうところが大事になるんですが、もっといっぱい 200m のね部分あったらよかったんですが、まあつばぜり自体はいい進化をしている。視野スキルとかつけられちゃう時もあるんですけども、そんな感じで速度ついてる部分はいいです。はい、で次進化スキル、シャニムニですね。まずはこのシャニムニというスキルは、そのヘリオスが持っているものです。他に今はサポカから取る手段はないという感じになっていて、マイルのスキルです。で進化はこれはですね、 UAF の新シナリオでは分岐することができて、まあ、どちらにもね選べるっていう感じです。ただこれはヘリオスのところでも解説しましたが、まあ一応こっちにしていくって方が、そのねシナリオの2個分と自分の2個分っていう風にスキルになるので、まあ基本的にはすごくね上でやっていくかなというところです。で効果としてはですね、こんな感じで、まあ、すごく族にシャニムニがなりますよというところで、これは本当に1位から5位とか1位から6位とか出てるのでね、めちゃくちゃ強いスキルという感じです。はい、でただあと言いたいところがここのスキルではありまして、ポイントとしてはこの進化スキルねが、もし短距離マイルっていう風に進化でねちょっと条件を付け加えてくれるとよかったなという風に個人的には思います。それが最初にも言ったその固有スキルね、固有スキルの場合は短距離でも効果がね良くなるとか、マイルでも良くなるっていうのがあるので、これに合わせて短距離でもこのシャニムニが使えればラインクラフトも短距離もいけるからいいよねって言えたんですが、このスキルがマイル用になってしまうので、短距離に出す場合はシャニムニが使えないよっていうね、そういうところはポイントとしてはあります。はい、なんでまあこれがですね、まあ、高松の記念とかねラインクラフトね2着首差っていう感じになっているんですけども、こんな感じになっていて、まあ、適性もビアって短距離で強くなる固有も持っているんですが、進化スキルもこれ強化すること、俺は待ってます。私は待ってます。それがあればですね、ちょっと短距離も受けてかなり良くなるかなっていうところはあります。はい、で次白スキル見ていきましょう。ちょっとゲーム内もね合わせて見ていきます。で白スキルもいいと言えます。
です。で、それなんですが、こんな感じになっていてですね、まあ、心弾んでとかも一応取れますよっていうイベントはあるんですが、まあ、そこはいいとして、いいところが、まあ、先行直線とかね、持っているところです。で、例えばですが、ここら辺のちょっとだけ深め解説をすると、ここにヒントボン1とか入れて、阪神マックイーンとかは持っていると、阪神マックイーンがレベル4で先行直線くれますので、そこでね、もし1入れとけば、阪神マック使うときに、もうマックスになりますので、そういう感じでね、いいヒントボンの使い方もできます。もちろん3とかにしてもいいですが、プラスですね、序盤校舎、これも自前で持っているのでヒント本を入れることができて、そのね、ヒントとね合わせていくことで、その金スキルとか進化スキルまでですね、その安く取れていくっていうところで、地味にこういう他のねところにヒント本入れる価値があるものを持っているところが強いというところもあります。まあ、あとは普通に真っ向勝負とかで、無効密とか、まあ、マイルとか、まあ、真っ向とかに入れても損はないっていう感じなのでね、いい、まあ、白スキルがいいという評価です。はい、で次ですね、ラインクラフト強いところなんですけども、勝負服イベントが切れ物です。まあ、これがですねキャラ解説の時によく言う感じなんですけども、例えばメジロブライトのね、あの新衣装ロリータブライトの時とかもマジ強いなとか、赤北さんとかね、まあ白北もそうですし、成田ブライアンガローナレブとかね、いろいろいますが、そこら辺で切れ物持っているハンスウンスとかね、バレンタイン、アイネスウジンとかね、そういう馬娘は強いです。なのでそういうところでの強さがあって、ここはさすが主人公格だなという感じです。なんでこのね勝負服の切れ物もあれば、そのランダムで起きる野良のね切れ物と合わせて2回切れ物のチャンスがあるよっていうことでですね、こういうところは強い評価です。特に UAF 新シナリオ環境になってからは、スキルポイントもまあ3600とかね、それ超えるとかにねする育成になったりもできたりはするので、そうするとスキルポイントの総量も増えて、切れ物でさらに安くするとめちゃくちゃスキルある馬娘っていうのができたりします。なんでここら辺強いということで、あと強いところですね、相性値もいいです。でこれはね適正とかでも決まるので、マイルのね馬娘ちゃんとかと相性がめちゃくちゃいいんですけども、これ注目してほしいところは、西のフラワーの相性値38、待機シャトルも32あるよとかね、そういう感じで、こういうところは、まあ、西野とかはねつぼみはもうほぼ継承していくっていうのがマイルなので、そこと相性がいいのがめちゃくちゃ強いという感じで、なんか S とかね継承とかもめっちゃ良くなるよという感じです。であとは 200m 固有とかね、もしパールから受け継ぐのでもいいですし、送りキャップが17ぐらいですかね、そういうところでまあ結構ね、ここら辺といいのがすごく評価高いです。はい、そんな感じでですね、キャラガチャ評価、今回ラインクラフトなんですけども、まずはマイルで強めの性能はしているかなという感じです。さすがは主人公というところ。であと言っておきたいところなんですけども、解説したいポイント、マイルで強い馬娘は結構今ねいろいろいます。筆頭がまあヘリオスになってくる、そしてあとはパールも強いですし、オグリキャップも強いよねとか、あと西のフラワー本体でもいいですし、待機シャトルは夏待機もあってですね結構強いです。で特に今サシはここで置いとくとしても、サシでもルビーちゃんとかいろいろいますが、その先行勢でもこう強い馬娘ちゃんは結構いたりするので、今回ラインクラフトが絶対ないとダメだよっていうわけではないということは言いたいです。例えばヘリオスとかねオグリとかで行ってもまあ勝つことを狙っていけるかなというところで、これがですねこの以前の動画ですね、マイルチャンビのですねステータスとかデッキとかスキルとかを解説している動画なんですけども、ここで言ってることでですね、まあ、いっぱいいろいろいますので、こんな感じになっているのでですね、そこからまあ誰出すかなというところにはなります。で、まあ、ヘリオスはね逃げで出すっていう風の方が強いので、逃げで出すとしても、まあ、先行でパール、通常オグリ、夏待機とかもねつばぜりが持っていて、今回ねラインクラフトと結構似ている。じゃあどっち強いかなというと、すいません、 200m で出るね固有持っているっていうところで、夏待機もやっぱ強いなとかねなったりするという話があります。なんでまあここら辺あるかどうかっていうのは、性能で決める場合はね、こういう風にね対抗馬がパールや夏待機オグリとかがいるなという風に思います。あとはマイルで言いたいところは、結構 200m のところをね解説していますが、ここら辺がですね強かったりするので、もちろん鼓動継承させたいとかねなってくるかもしれませんが、そんな感じになっているという知識も参考にしてください。はい、そんな感じでですね、まあこういうところです。なので、まあ、強い性能はしております。切れ物もあってねめちゃくちゃ強い主人公格になっていますが、あとはマイル誰出すかという話になっています。
はい、なんでまとめると引くかどうかに関しては、まあ、押しなら普通に強めの性能プラス切れ物持ちなので強く育てられることもできますので、まあ、引くのもありかなというところです。あとは直近のマイルチャンメに出したいかどうかっていうところで、押しで出したいならまあ引くしかないですし、そういうところで決めてもいいと思います。であとは、まあ、性能だけで決めるよって方ね、性能で見るんだったら、まあ、今はジュエルがね結構サポカガチャとかも強いのが来てて、ジュエルがない時期なので、まあパールとかヘリオスとかね、夏待機とかいればそっちでやってもいいかなという感じなので、まあ無理しなくてももちろんオグリキャップでもねいいですけども、そんな感じの性能にはなっています。はい、で次ですね、サポートカードシュバールグラン行きましょう。シュバチ一応ですね、ここはですね、ちょっと喋らせてほしいところなんですけども、まあ、前日に上げた動画でですね、シュバルグランの種別何っていうところでこんな感じでスタミナデカアイコンで、解説していましたが、今回ねスタミナできましたね。なんでちょっと言いたいなっていうところで、これ全然マウントとかではなくですね、まあ、その予想をしたので、競馬の予想をしたらじゃあそれが的中したのかなっていうところ振り返りという感じですが、まあまあそんな感じで解説してますので、まあ、参考にしてもいいかなというね感じになっている予想やパートでございます。はい、でそれはいいとして、今回性能解説していきましょう。基本性能的にはですね、今回の強みはスキルポイントボーナスが2あるところです。こう見てもらうと、まあ、アースとかは1とかあってですね、阪神マックではなくこの清楚マック、これもですねスキルポイントボーナスあるんですけども、今回2っていうところね、ここがまあシューバッチのね、まあ、強みっていう感じです。であとは固有にもスタミナボーナス2がつきますので、スタミナボーナス3となっていて、マックイーもねスタボ3とかね根性ボとかあったりするっていう感じなので、なんかかなり似てるね、スキル白スキル的にもね似ているサポカにはなっております。でなので少しスキルポイントが漏れるかなという感じなんですが、まあ思うところなんですが、ここレースボーナスがないです。で他ではアースは10あるとかね、こんな感じになっていますが、その分レスボの分でもやっぱりスキルポイントとかはね少し差がつきますので、まあスキルポイント2で、まあこっちの方が練習のねスキルポイントの方が多かったりするので、スキルポイント増えるんですが、もしレスボがあったらね、そこにケチもつかなかった、レスボもあるしいいよねって言っていたんですけど、そういうねなんかレスボでちょっと調整されてるかなという感じです。はい、で次ですね、イベント見ていきましょう。イベントに関しては今回特徴的なところがあります。でそれがですね、今までと違ってですね、これ見てほしいんですが、これね2段階目大成功と成功というかね、まあ、打ち切りの判定があります。でそこでですね、2段階目で金スキルをもらえばですね、そこで終了して打ち切りで終わるんですけども、これ見てもらうとですね、この3段階目に行くより2段階目で打ち切った方が強いみたいのがあります。それがヒントがね、真打ちももらえて影打ちをもらえるっていう、回スキルも 2-2 でもらえますので、これが強いなという感じです。3段階目で大成功しても回のヒントはなかったりするので、これなんか逆じゃねとも思いつつ、まあなんかねこっちになったらいいなというねところのサポートカードになってます。まあ、ただこれは選択肢がないものなので、どっちを選んでとかね、操作することはできないので、ここでいいのを引けたらいいなっていうね感じにはなりますが、ちょっとね今までと違うね感じになっているというところが特徴があります。はい、で次ですね、金スキルいきましょう。金スキルは今回ね真打ちになってます。真打ちはですね、まあオペラ王とか持ってますかね、中盤の後半ランダムということで迫った時っていうやつね、なので接続狙っていけます。なので真打ちは、まあ、スキル的には、まあ、欲しいかなというふうに個人的には思います。まあ、ただその積む余裕があるかっていうところがね今回のサポカのキーではあります。で前方条件はチャンピオンズミーティング1から5位、リーグオブヒーローズ1から6位という感じで、なんか1位で出せるのもねいいなとはなるというねところではあります。まあ、ただここからですね、しばち、まあ、きついところもありまして、なんとつからという話で、ね、まとめるとこんな感じです。今回しばちはスキルポイントボーナスが売りなので、そこを使っていくっていうところで強く使うのであれば3凸4凸になっていきます。なので結構高い凸を要求されるっていうところもあったりします。で特にここで言いたいのは、スキルポイントテーブルっていうサポートカードね、スキルポイント2っていうのが結構最近もね増えてきてはいるんですが、そういうねサポートカードっていうのは結構高い凸が要求されがちになります。一例で言うとこのねスピードのゴルシュとか、あとは菱山姉さんのパワーとか、これもフルスペックとかで使いたいんだったらね、こういう風にスキルポイントが後についていくんで高い凸がいるよっていうね、そういう特徴があります。あとはレイジではタキオンのねスピードとかもですね、結構貫突推奨ぐらいに なんないとそのね性能が伸びきらないみたいな感じではあるので、これが SP テーブルのね特徴になっているっていうところのポイントです。
はい、なんでサポカガチャまとめ結論なんですけども、こんな感じです。まあ、今回スタミナサポートカードで来たのでアースでいいかなというね、やはり結論になります。で、真打ちに関してはあったらまあ欲しい、まあ、スキル的には全然欲しいんですけども、長距離の場合はですね、もう金回復が優先という話になってしまいます。で、それがですね、詳しく解説するとこんな感じで、次ですね、リーグオブヒーローズ京都 3200m 発表されました。で、5月で、長距離 3200m やるんだっていうね感じなんですが、これ軽くまとめるとこんな感じになります。今回ですね、 UAF でスピードもその1700とかね、それ超えるぐらいのね上限値が上がったので、結構スタミナがヘビーです。で、スピード上がって、まあ、スタミナとかもね、サポカ入れれば漏れるっていうシナリオですが、例えば1400まで持ったとしてもですね、結構大変です。で、これまずサシを出していますが、サシはスタミナが楽です。スタミナが楽なんですけども、1400のスタミナで例えばちょうど足りるぐらいだとしても、金スキルの回復1、そして 3.5% の白スキル1とかね、そんくらい要求されます。で、差しは楽っていう話なんですけども、先行になってくると1400の場合、金にプラス、まあ、保険とかいろいろな話もありますけども、金にプラスなんとかかんとかみたいな感じになって、金回復入りすぎだろうってなります。で、逃げもその保険とかも含めていくと金3とか、なんなら金4とかいう話をする場合もあるんですけども、そんなに金スキル回復あるっけみたいになりますが、まあ、例えば金2以上はいるよっていうね、金回復スキルね、そういう話であれば、例えばですが、そのね、クリークアースとかにするとかもありますし、まあその長距離のパーマーのスピードからね取るかもありますけども、結構大変なので、やっぱり真打ちを積んでる余裕もないんじゃないかというね話はあったりします。なので、まあ金ね、まあ最低2個まで積むとしても、アースプラスなんとかどっかからみたいなね感じでやっていくとかね、クールダウンにするとかいろいろありますけど、そういうのが大変なので、まあなんならスタね1500までしたいみたいになるヘビーな環境になるのが、次回のリーグオブヒーローズになっているという感じです。はい、なので今回サポカガチャの方はですね、まあ、結論から言うとスルーでいいかなという感じです。で、まあここはもうね、わかりやすくアースでいい、アースの方が優先っていう話、真打ちも金回復の話を今したところで、凸数もスキルポイントテーブルなので高い凸がいるので、なかなかね引きに行くのは難しいかなというところです。まあ今回ですね、シュバチに関してはもう絵がいいというのはあります。絵がいいのでそこはですねありますけども、まあさすがにですね、アース超えっていう風にもなかなか言いにくいというところがありますし、絵はめっちゃいいですけどね、ガチャはスルーで OK です。で、あとは無料分があるんでね、無料分は引き忘れないようにしてくださいという感じです。はい、あとはですね、タップダンス C 軽くいきましょう。タップダンス C はですね、結構因子周回で使えそうかなという感じです。今回根性なんですけども、いいところが危険回避がねあるので、危険回避も取りつつやっていく因子周回の時には、ここら辺のね、まあ緑とか危険回避集めていくっていうのに使えるかなというねところではあります。なので、まあこれね、レースボーナスがですね10あったりするので、その因子周回でも結構いいかなというね評価になっております。はい、ということでですね、最後までご視聴ありがとうございました。まあ今回キャラもですね、そのね、やっぱ主人公なので欲しいとかあるかもしれませんし、サポートカードは本当にその高い凸が必要になってくるので、まあ基本スルーでいっていいと思います。ということで、まぶすね、いろいろ解説しております。気が向いたらですね、チャンネル登録して、よかったらね、見てみてください。最後までありがとうございました。よかったらね、最後高評価ボタンポチッと押してってください。ありがとうございました。のっちんTVでした。また次の動画でもお会いしましょう。またな。バイバイ。